はい、ということでブライト2つとザ・ピース、これを俺の力だけで買うのが夢だったんだと、まだあります。牛乳とチョコレートと赤いやつ。はい、ということで今日はアスカで当たってくれたということで、アスカからの赤いウイスキー、名前なんだっけ、グレンファークラスの10年。どうやって開けんだこれ。うわ、缶ですね、すげえ。おい、いいね、いいね、いいっすね、いい。てかこれでもね、まだ1万ぐらい残ってるんですけど、どうする？でこの金は身の回りのその経費とかには使えません。食費か酒かタバコか風俗、まあ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 、とりあえずザ・ピース開けてみます。出た、これ1000円するからね。まだ散らします。うわ、いい匂い、はあ、吸いたい吸いたい吸いたい、早く吸い、うめえ。ちょっと笹塚の風俗調べます。笹塚いないんだよな。メンズエステはね、何個かあるんだけど、唯一笹塚の欠点ですね。しかもまあ微妙な1万円残ってる。デリヘルは普通に高いし、デリヘル俺呼んだことないな。かこの1万円自由に使えるんで、もう一回パチンコ行くか、もう一回行く、それはあり。メンズエステはいっぱいあるんだよね。出ない。うわー、もう電話するまでいろいろ調べて、あ、ここにしようって決めて、やっと決めて電話したのに出ないっていう、一番今ムラムラしてます。このパターンが一番ムラムラするよね。もうここだって、もうやっと決めて電話して出ない。はぁ、あ、ちょっと勘違いしてました。ちゃんと計算したらまだ 22,573 円も残ってるわ。え、なんでだ、待って待って、なんかこんなさ3000円ぐらいのウイスキー買いましたとかでやってる場合じゃねえぞこれ。え、どうしよう、2万円も使えんの、ちょ、幅広がったぞ。初のソープ行きます。ソープ行ったことないんだよ。うわ、高級店6万とかするんだ。あー、でもあれか、2万2000円でソープっつったら、まあ格安店とかになっちゃうか、やめた。もっと10万20万とか勝たないと無理だな。となるとメンズエステ決まんねえな。あのね、使い切れない。これ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 、はい、まだ2万円あります、うん、明日休みます。まあちょうど1月終わりっていうことで、なので久々の明日はフリーで2万円使い切る。なんかね、いや、もう冷凍食品とか買うんだったらお前ピザ買えや、ピザ頼めやって思うじゃん。なんかね、金持ったら持ったで、だったら安い方買おうかなみたいになっちゃうんだよね。まあとりあえず今日はやっていきます。はい、ということでアスカで勝ったということで、アスカからのウイスキー行ってきます。うえ、グレンファークラス、これ初めてですね。うえ、どんな味なんでしょう。まずは匂い。おー、でもなんか、まあこれスコッチなのかな、スコットランドですね。いただきます。おお、うまいっすね。スコッチはね、そんな違いないね。ハイボール。お、なんか今までにない風味出てますよ。なんだこれ、香ばしい。ナッツだね。ナッツなのかわかんないけど、何かの味はする。何か食べたことある味がする。美味しいです。あ、でもこれは唯一無二だ。ハイボールでこの味俺飲んだことないわ。いいね。グレンファークラス10。
いいです。でまあまあ安いしね、これ。それいきます。トマト、オリーブ、ハム。まずじゃあハム、いただきます。なんか ST 中の保留に見えるな。緑保留、赤保留。うん、うまい。ああいいわ。ちょっと変わったハイボール飲みたい人、いいね。好きです。続いてトマト、いってきます。うん、私ですね、一つ思いつきました。2万円使い切る方法。まあこれちょっと、まあ、地味なんだけど、最近俺ハマってるっていうか、ハマりかけてることがあって、この方知ってますか？アマネクオーガニック。ボン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 じゃねえ。まあ、その人がね、いろいろその日本の食品業界のヤバさ動画で出してて、例えば海外、アメリカとかではもう毒物として指定されてて、もう食品に使うのは禁止されてるものが日本では全然使われてるみたいな。表示義務もなんかこう、大手が一番怖がるのって食中毒を起こすことなんですよ。でそれを起こさないためにいろいろこう酸化防止剤とかいろいろやばいのを使って腐らないようにしてる。その成分がやばくて、だからそれを使った米と、それを使った例えばシーチキンがあったとするね、それ単体だ売るとすると書かなくちゃいけないんだけど、それを一緒におにぎり、シーチキンおにぎりにした瞬間にもうそれ書かなくてよくなるらしいんですよ。そういうのいろいろあって、でそういうのが蓄積されて日本はこうガンとかアルツハイマーとかめちゃくちゃ増えてると、ね、そういうなんか変な添加物入ってるものじゃなくて、ちゃんとしたところで育った野菜とかそういうのオーガニック系のやつを食べましょうみたいなね、そういう情報を発信してる人なんですけど、ちょっと俺が使う調味料全部オーガニックにしてやろうかなっていう。でその人がおすすめしてるマーケットがちょうど下北沢にある。明日行きます。これうまいよな、マジで。めちゃくちゃコンビニの飯食ってる。例えばこれとか、植物油脂、ローズムリー、安定剤、加工乳化剤、よくわかんない、俺にはよくわかんないけど、まあ一番有名なのが水ですよね。水道水の基準が1000個あるとしたら、そこら辺に売ってる天然水の基準って10個ぐらいしかないらしいんですよ。だから水道水の方が全然安全っていうか、まあ変なもの入ってないよねっていう。まあね、食っちゃうよね。いやだからホットスナックとかさ、毒、ただの毒らしいよ。でこういうのを言うとね、またなんか影響されてとかね言うけど、でも実際そうだからね。アメリカとか海外で禁止されてるものを使われてるのは事実だし、まあいろいろ基準があれだっていう、法律的になんかこう組み合わせると表示義務がなくなるっていう法律もあるし、事実は事実なんですよ。そこをまあどう捉えるかっていうか、知ってるか知ってないかですよね。まあ知ってたとしても、そのなんかホットスナックとか食いまくってて、なんか自律神経おかしくなって体に異常をきたしても、そんなホットスナックのせいって思わないじゃないですか。そこが怖いところなんだよ。蓄積で起こる病気とかがあるから、そこなんですよね。だから基本的に気づかない。それがコンビニとかのそういう食品が原因っていうのはなかなか気づけないんですよ。何を信じるかは自由ですからね。いただきます。うん、美味しいね。農薬まみれだろうが何だろうが美味しい。うん、俺の大好きなコーラとかが一番やばいらしいけどね。でも飲むよね。だからそう考えると、でもさ、日本ってめちゃくちゃ長寿大国じゃん。最終的に癌になって死ぬっていう、だったら別によくねっていう。どうなんだろう、最終的に癌になるのはみんな、なんか他の国ではそこまで生きられなくて死んでる人たちが多いから、癌で死ぬ率が低くなってるだけで、日本はもう癌になるまでもう長生きできるから、最終的に癌になって死んでるっていう。どっちがいいのか分かんないよね結局。オリーブ、うん、オリーブうまい。
うまいな本当に。ウイスキーにソーダ混ぜただけ、なんでこんなうまいんだ。すごいな、これ取っとこう。取っときます。取っといてあるんで、後ろにほら勝利のやつは全部取っといてあるんですよね。あ、でこれね、アマネクオーガニックに影響された買ったサプリね。もうめちゃくちゃやばいらしいです。めっちゃ変な匂いするけどね。やばいでしょ、海外のサプリ買っちゃってるんですよ。去年買ったんだけど、めっちゃ変な匂いするんだよ。でもアメリカのサプリ業界15兆円規模らしいんですよ。それだけ競争率が高くて、いいものが安く安くってこうなってる産業なんですって。だってオーガニックって、俺ちょっと前までオーガニックのやつしか食べないんですよみたいな言ってるやつは意識だけやべえ気持ち悪いやつだなと思ってたけど、まあ多分ちょっと前に言ってたやつって多分そうだと思うんだけど、実際でも今じゃあなんで俺がそれにハマりかけてるかっていうと、なんか陰謀論なんですよね。だから結局陰謀論つながりでこうやられてることはちょっと抗いたいんですよ。支配層が国民を支配、奴隷のようにするために、だからテレビのスポンサーなんて食品業界、なんか製薬会社とかそういうのばっかりじゃないですか。だからテレビは言えない、スポンサーの悪いことなんて言えないでしょ。だからどん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 人間にとって悪いものを使った食品とかコンビニとかでいろいろこうコンビニランキングとかやってこう買わせて、蓄積させてがんとかそういうものにさせて、製薬会社の薬を儲けさせる、使ってもらうためにってこうジューンってこうジューンって回ってる。それに抗う、その裏、それが裏なのか表なのかそんなものないのか分かんないけど、そういうのを、あ、そういうのあるかもしれない、あ、だったらそんなのに俺は抗うってなっちゃうんですよね。それが俺の一つの、楽しみでもあるんですよね。だからコロナもそうだよ。みんな外でさ無駄にマスクつけてんじゃん。外でマスクつけて何の意味があるのとか思うから、俺はそれに抗ってる。ちゃんとしたエビデンスあればちゃんと従うよ。もう室内ではもちろんマスクつける。で外でつける意味ってどこにあんのって思うから、俺はマスクつけない。それは自由だから。でコロナなんて俺はないと思ってるし、いろんな人のいろんな意見を聞いて、あ、ないなって。そもそも最初のね出だしがもう怪しすぎだと思って。だってさ、最初なんか武漢でさ、なんかコロナにかかっていきなりバンって倒れて死んじゃったみたいな、あの動画出たじゃん。あれ、ああいうのは出た瞬間みんな一斉に緊急事態宣言とかロックダウンとかしたじゃん。今まで一回もそんなことしたことないんだよ。それがいきなりロックダウンっていう謎の宣言とか出し出して、でそっからあんな動画出てます。いろんなところにカメラあるよ。あんなバタンって倒れるような、あれ以降他の動画見たことあります？ないでしょ。もうどう考えても怖がらせるためのやつなんだなって思ったよ俺は。ね、あれ以降もなんかこういろん世界中でいろんなところでバタバタ倒れてる動画がいろんなところでこう出てきたら、うわやべえなってなるけど、あれ以降なんもないじゃん。でちゃんと死亡率とか、あの無症状とか謎の言葉出てきて、無症状だったらもうそれかかってねえんだよ。何無症状って、何濃厚接触者って、そういうのをこう刷り込みやられてるやつらが怖がってんのって思ってますから、まあ、それも抗いですよね。そういうの趣味でやってます、僕はね。趣味、抗いが趣味ですから、まあ、その抗いの一つでオーガニックもちょっと入ってきて気出してる感じですね。全然タバコ吸っちゃってるけどね、全然酒飲んじゃってるけどね。でもさ、いるじゃん、タバコをもうヘビースモーカーで100歳とか言ってる やついるじゃん。それが意味わかんない。そういうやつになりたい。今日吸うタバコはこちら、1本50円。でもそれぐらいの方がなんかしっ
かり吸おうと思うよね、味わって。うめえ。本当に紅茶の香りします。生放送しろ、こんだけずっと流してるんだったら。これノーカットで動画上げてやろうかな。タール 10mm ニコチン 1.0 なのに全然喉に来ないからね。すごいいい葉っぱ使ってんだもん。うめえ、最高だな。4パチで勝つとこんな最高なのか。一応配達員もエッセンシャルワーカーなんだよね。皆さん配達員でちゃんと確定申告してる方申請しますか。事業継続支援金みたいな2月から確か申請できるらしいですけど、俺ちょうどね、なんかコロナ、今はやっぱりもう全然コロナです、全然余裕じゃんみたいな、ただの風邪じゃんみたいな思ってるけど、最初のバーンって倒れるの映像とか見たら、やっぱ最初の方はね、うわ怖えって思ってたから休んでたのよ。あの時の俺が休んでたおかげで、あの時収入全然なかったから、あの時の3ヶ月ぐらいと今の3ヶ月ぐらい比べると結構下がってるから申請全然できるんですよ。だからまあ申請しますけど、なんか無駄に生真面目になって、配達員は自分でこう休むか休まないか決められるから、そんなんで下がってもダメでしょみたいなね、生真面目になってる人もいるかもしれないけど、ちゃんと下がって当てはまったらそれでもらえるんだったらもらった方がいいでしょ絶対。それでダメだったらまあいいけど、申請はした方がいいですよ絶対。血液支援金1銭ももらえなかったからね。月次支援金はもうガチガチに固められて、経費全部のやつ出してくださいみたいな絶対言われるんですよ。それがめちゃくちゃめんどくさいの。何週間ももうそれにかかりっきりになって やっと再申請してもらえるみたいな感じだったから、だったら、まあ、数ヶ月前コロナも落ち着いてる時だったから、まあ、ウーバーやった方がいいかなみたいな、ウーバーやった方が割に合うかなっていう感じだったから、俺はもうめんどくせえからやらねえってなったけど、まあ今回のはね、結構国会のその予算もめっちゃあるのよ。だから多分いろんな人に国もあげたいっていう感じのやつだと思うから、結構緩いと思うんだよね。だから申請はした方がいいですよ。で、2ちゃんとかたまに見ると、未だに持続化給付金、なんか2年前1年前ぐらいあった持続給付金100万円もらえたんだけど、それもらって不正受給じゃねえかみたいな、いまだに言われてるけど、うん、来ないよね多分。光マンっていうやつが不正受給してますっていうやつ、なんか1人か2人ぐらい多分国にチクってると思うんだけど、まあ、来ないよね。ガチガチにこう論固めてるから。でも来てる人は来てるじゃん。競馬とかの関係者とかで不正受給したとか、そういうのはどんどん摘発されてるじゃん。本当に不正受給した、なんかこんだけ稼いだのに数字を低くして申請したりとかしてるのは摘発されてるのよ。俺はもう確定申告のと同じ金額をちゃんとやってるから、それで不正受給にはならないの。いや、今回もその持続化ぐらいの予算あるから、多分ばらまきたい感じだと思うから、まあ多分ウーバー配達員も全然いけると思うんだよね。てかウーバー配達員個人事業主だからね、自分でもう一人親方だから、自分が社長っていう状態だから、で自分が怖いと思ったらそれは休むからね。怖いと思わなかったやつはもう勝手にやってただけで、怖いと思ってやってたらそれはコロナの影響じゃん。コロナがあって怖いと思って休んでんだから、それはさすがに不正受給にならないから、やった方がいいですよマジで。叩いてるやつは多分確定申告をしてねえやつらですよね。
食べていきます。勝ったからね。だって4パチっていうか4パチでさ、大阪の子いるじゃん、ギャルの子、えぐくない？俺もなんか4パチとかスロットとかで勝った人のやつ見ると、なんでこんななんか数万円勝ったぐらいで喜んでんだみたいになるけど、普通に5万とかそんぐらい勝ってんでしょ。それはまだ味わってないね。俺パチンカスになったみたいな感じで映ってるかもしれないけど、俺パチ、あ、これ言っちゃうとあれかもしれないけど、企画だからやってる。本当に企画じゃなかったら俺もうそんなパチンコ行かないから。年に 2,3 回ぐらいしか行かないのよ。ただパチンコちょっと興味出てきて、いっそのことウーバーと掛け合わせてやったら面白そうだなっていう。ウーバーの人って大体パチンコやってるじゃん。やってるだけだから、うん、行かないからね。本当に見ろ。行きます。食べます。いただきます。あーうまい。うん、これでガンになるんだったらいいよね。どうせいつか死ぬじゃん。うまいもん食って死んだ方がよくね。おはようございます。サラサラすぎない？これすごくない？サラサラす。おはようございます。ということで今日は、下北沢で2万円使い切りたいと思います。いやでも結局パチンコだけの収支こちらですね。はい、合計5300円プラスにできました。最後まくってね、終われました。カレー食べに行きます。あのね、カレーもそうなんだけど、ラーメン下北で食おうかなと思って久しぶりに検索したんですよ。めっちゃ増えてる。なんか下北に二郎系できてました。ラーメン源ってめっちゃ評価高い。であとなんかめっちゃ極太のこんぐらい太い自家製麺の、まあ、それもめっちゃうまそうなとこできてたり、あと貝出し、貝と牛で出汁を取ったり、なんか店とかめっちゃうまそうな評価高い店めっちゃ増えてる。めっちゃ気になる。ただどっちかしか行けないんですよね。パン屋のカツカレーを食おうと思ってますけど、いやーラーメンも食いてえな。はい、下北到着。パン屋、これ開いてる？オープン。開いてる開いてる開いてる。まあ、なんか別にそんな黒い意味はそんななかったけど、あれは見た目だよね。見た目のインパクトやばいね。めっちゃタバコ吸いて、あそこには入りたくないけど行っちゃう。行くしかない。っていうかパチンコ屋行けばいいのか。潰れてんな。
もう一つの方。コーヒーいいな。いやマジか、素晴らしい、最強だな。モテ期で長澤まさみ待ってた場所ですね。またつまらぬものをいっぱい買ってしまった。ここか、下北のパチンコ屋、行ってみよう。4パチしかなかったわ。ダメやね。まあ普通にまだ1万5000円以上使えるから行ってもいいんだけどね。とりあえず買いたいものを買っちゃいます。ここですね、ナチュラルハウス。やべ、1万円です。やば、全部の調味料とかが3倍以上する。これで生まれ変わる。いやー、買ってきましたよ。じゃあまあ、まず俺がビレバンで個人的に買ったものを紹介します。こちらクリーパーのティッシュケース。はいはい、できた。すごい、素晴らしい素晴らしい、これは素晴らしい、いいね。続いてボム兵、結局ボム兵だけにしました。ボム兵でかいやつ一つあったんでこれ買いました。いいね。続いて小物入れ。はい、素晴らしい、マリオパーカー、いいよね。なんか薄手なんですよ、結構今後の季節にめっちゃいいかなと思って、薄手のパーカーです。こっからが本題です。昨日の夜言った通り、オーガニックオタクになりかけています。めっちゃ買ってきました、引くぐらい買ってきました。まずブナシメジ300円、まあ3倍ですよね。ブラウンマッシュルーム、うわえぐ、380円、ドンキとかで買ったら100円ぐらいで買えるからな。そしてえのき210円。はい、そしてお水、シリカ天然水ね、200円で、もう一種類ちょっと読み方わかんないですけど、こちらこれ150円。そしてこれがえぐい、リアルオーガニック卵、こちらいくらだと思います？これ引くよ。こちら6個入りリアルオーガニック卵、なんとお値段722円。えぐ、何倍なのこれ。卵えぐいな。これね、平飼い放牧です。卵ですね。えぐいよ。これどんな味すんの？多分ほぼ変わんないと思うけどね、味的には。そしてこっから調味料ゾーン入ります。焼き塩。これ持ってた気がすんな。持ってた気がすんね。あ、ちょっと違うな。ちょっと違う。ほぼ一緒だけど。あ、一緒だ。あ、でもまあこれもうほぼ切れかけてる。これ良かったんだねってことは。オーガニック黒胡椒。440円で、塩が420円、えぐ。そしてごま油620円、からの醤油400円、からのみりん1040円、えぐ。俺みりんほぼ使わねえけどな。だからまあこれを2022年、うわやべ、賞味期限今年までだ、12月までだ。今年までにこれ使い切るのが目標です。そんだけ料理をするのが目標、いい目標だ。そしてケチャップ、この前買ったばっかり、光トマトケチャップ330円。そしてマヨネーズ470円。卵系がやっぱやろうとするとめっちゃ高くなるんだな。オメガ3入ってます。なんやねんオメガ3。そしてインスタントコーヒー1180円。つまみ系買ってきました。はい、スーパーそのままポテトチップス、ポリ塩、これどっちも200円ぐらいです。ローストアーモンド500円。そして有機農法ビール330円。そして合成保存料着色料不使用のハンバーグ360円。そして 10% 引きのソーセージたち、はい、これがどちらも473円。
合計1万103円。使ったねー。いくら残ってる今？残り8160円。どうすりゃいいんだよ。もう何に使う？今日ね、セクキャバとか行こうと思ったんですけど、ちょうどサッカーの代表戦があるんですよ。だからちょうど行けなくて、8000円。もう、行くしかねえか。ああ。パチンコ行ってくるわ。